この物語はフィクションである。作中のいかなる人物、思想、事象も全て紛れもなく、貴君の現実に存在する人物、思想、事象とは無関係だ。以上のことに同意した者にのみこのゲームに参加する権利がある。確かに受けたまわった。今世界はあるべき姿にあらず、歪みに満ち、もはや破滅は免れない。定めに抗い変革を望む者、それは時にトリックスターとも呼ばれた。何時トリックスターよ、今こそこの世の歪みの深淵に立ち向かうがいい。すぐに始末しろ。よし、逃走開始だ。行くしかない。慌てないで、今なら逃げられる。アタッシュケースはこっちで回収しとくわ。なんだ。とにかく、こっちのことは心配無用だ。それにしても、さっき大勢の客の上であえて姿を晒したのはうまい陽動だった。さすがはジョーカーだ。疲れたこうはいかないね。意識が低いからだ。うっせえお稲荷。Yeah.
よし。一匹じゃない、見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これはそういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいまねしてくれるね。もっと飲んだから。ったく。どうした？でもこの反応、まさか。何があった？まさか、待ち伏せ。おい、ジョーカー、無事なのか？ジョーカー確保。元はな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現人、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。素直になれ。それとも、お注射もう一本行くか？あ？カメラが気になるか？まさか可視化法だのに期待してるのか？察しの悪いガキだ。犯罪者を守る法なんて、ここにはないんだよ！異謀に脅迫、名誉毀損、狂気準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。そうか、サインは手がなきゃできないが、足くらいなくても俺は困らんぞ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。
失礼。この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今、お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだわな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ、検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。君だったとはね。もう一度、今度は私の質問に答えてもらうわ。あの連中、聞こえてる？いろいろあったようね。きっとここでは何でも起きるわ。私じゃ止められない。だから正直に答えて。それに私も時間がないの。目的は何だったの？なぜこんな大事件を引き起こしたの？私は最初からいたずらだとは思ってなかったわ。でも手口がわからなかったから。裁判に使えるかは問題じゃない。知る必要があるの。これは私の仕事なんだから。まともに喋れるよね。君はいつどこであの世界のことを知ったの？他人の心なんて一体どうやったら盗めるの？さあ話しなさい、全てをね。あなたは囚われ、あらかじめ未来を閉ざされた運命の囚われ。これは極めて理不尽なゲーム。勝機はほぼないに等しい。しかしこの声が届いているということは、まだ可能性は残っているはず。お願いです、このゲームに打ち勝ち、世界を。逆転の鍵は絆の記憶、仲間と掴んだ起死回生の真実。全ては半年前、ゲームが始まったあの日。どうか思い出して、あなたと世界の未来のために。本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。
まもなく渋谷、渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。 Thank you for using this line. あ、助けて。このガキ、訴えてやる。本当？暴走とか。本当だって。いきなり人間が？冗談でしょ？あんた本当にオカルト話好きだよね。感じはしてるんですけれども。え、明日の課題超難しい。客を乗せたまんま逆走ですからね。これじゃ市民は安心して暮らせませんよ。怖えな。どうなってんのかしら。この前もあったじゃない。ねえ、たては真珠の養殖に使う貝の名前と、あ、そうか、今日って言ってたな。ごちそうさん、お題置いとくよ。
毎度。この店は裏路地だし、車突っ込んだりはしなさそうだね。突っ込む？いや、変な暴走事故続いてるじゃない。この辺でも起きなきゃいいなってね。興味ないな。また来るよ。コーヒー一杯で4時間かよ。お前が。さくら宗次郎だ。1年間お前を預かることになってる。どんな悪ガキが来るかと思ったらお前がね。聞いてるか、うちの客とお前の親が知り合いで。まあいいか、ついてこい。お前の部屋だ。寝床のシーツくらいはくれてやるよ。何か言いたそうだな。あとは自分で片付けろ。店閉めたら俺は引き上げる。夜は一人になるが、悪さすんなよ。騒いだら放り出すぞ。さてと、一応事情は聞いてるよ。確か男に言い寄られてる女をかばったら男が怪我して訴えられただっけか。大人相手に余計なことをするからだ。怪我させたのは事実なんだろ。ね、前歴がついたお前はバレて地元の高校を退学処分。裁判所の指導で転校転居を迫られ、両親もそれを承諾と。要は厄介払いされてここへ来たわけだ。余計なことは言うなよ。これでも客商売だからな。向こう1年はおとなしく暮らせ。何も起こさなきゃ観察も解ける。問題起こせば少年院送りだぞ。明日囚人に行くからな。囚人学園高校、てめえで通う学校だろうがよ。先生方に挨拶参りだ。おめえみたいなのが編入できるとこそうそうねえんだからな。せっかくの日曜だってのによ。ああ、届いたお前の荷物置いといたからな。マジかよ。
じゃあな。相手にもされないだろう。やめて。誰か通報しやがったか。車に乗れ。お前らのような無能な連中は黙って俺の舵取りに従え。おい、何見てんだ。向こうに行け。見せもんじゃねえんだ。伏せろガキ。見ろ、お前がトロイからだ。車に乗れ。ようこそ、私のベルベットルームへ。気づいたようだな、現実のあなたは今は、これは夢としての体験。主の御前だ、姿勢を正せ。ようこそ。ここは夢と現実、精神と何かの形で契約を結んだもの。私は主を務めているイゴール。お前を呼び出したのはお前の命にも関わる大切な話をするためだ。し
かしこれは驚い。この部屋のありようはお前自身、よもや牢獄が立ち現る。お前はまさしく運、近い将来その身に破滅が待ち受けているに相違ない。文字通り全ての終わりに、しかし抗う術がないわけ、構成するのだ。それがお前が破滅を回避する、世界の歪みに挑む覚悟はあるかね。お前の更生の奇跡拝見させてもらうとしよう。ああ、紹介顔、右がカロリーヌ、共に監視を務め。せいぜい無駄にあがく。監視とは元来囚人を守る職務。ただしあなたがこの者らの役割についてはいずれの機会でいいだろう。さて夜も更けてきたようだ。ここのことは少しずつ理解、いずれまた会うことになるだろうからね。さあ時間、おとなしく眠りに戻るがいい。よ、さて、おとなしくしとけよ。お前がどうなろうと知ったこっちゃねえけどよ、俺に迷惑だけはかけるな。改めて伝えておくが、問題を起こせば即退学処分だ。正直君のような人間を受け入れるか迷ったんだが、まあいろいろと都合があってな。地元じゃ隠れていろいろやれたのかもしれないが、ここではおとなしくしてもらう。うちを追い出されたら行く場所はないぞ。肝に銘じておけ。こちらが担任の川上先生だ。川上貞代です。これ学生証。校則よく読んでおきなさい。少しでも違反したら指導室よ。それから君が問題を起こしても私は一切かばえません。そういう約束ですよね、校長先生。うん、全ては彼の責任だ。でも本当にどうして私が。他に適任がいたはずですけど。急な転校でね、空きがあったのが君のクラスしか。説明終わったならもういいですかね。店開けてきてるもんで。さくらさん、注意して見ていてくださいよ。外でトラブル起こさないように。ま、自分がどんな立場かはきつく言って聞かせますよ。明日登校したら職員室に来なさい。教室まで案内するから。大変ですね。前歴者を押し付けられるなんて。男の先生の方が適任ですよ。なんであんなの編入させたんですかね。さあ
校長のご判断ですから。学園の実績のためって聞きましたけど。実績なら私のバレー部が十分貢献してると思いますがね。本当ですよ。気をつけてくださいね。もっともあんな生徒何かあったら追い出しますがね。いっそ不登校で来ないでくれたらなんて考えちゃいますよ。まあ教師の言うべきことじゃないですが。では私は練習に戻らないと。大会近いですもんね。周りの期待が大きすぎるってのも考えものですよ。陸上部の分まで頑張らないと。まあそうですね。なんで私のクラスなの？全然すまねえ。明日からは電車乗って行けよ。どうだった？学校やってけそうか？いいか、バカなこと考えるなよ。一度退学くらったのに他へ入り直すとはな。どうせ誰も親身に構っちゃくれないのに。学校であの調子じゃこの先俺も何か言われちまうかもしれねえな。めんどくせえの預かっちまったぜ。頼まれてなんとなく承諾しちまったんだよな。金だってもらっちまってたし。繰り返しお伝えします。渋谷駅地下鉄ホームで起きた脱線事故の影響で周辺ダイヤに大幅な乱れが。また事故かよ。本殿のそれのせいか。多いな最近。まもなく1番線に下り方面行き普通電車が参ります。黄色い線に下がっておられます。おい、どうなってんだよ。下り線車両異常を確認中です。入構確認まだです。これは事故直後の映像です。警察によると運転士は負傷したものの命に別状はなく、調べに対しなぜ過剰にスピードを出したのか自分でもわからないなどと答えており、詳しい動機の解明が急がれます。運転事故というより会社と国の罪だな。現場係は線路と ATC の劣化を半年も前に報告していたそうだ。それを会社が隠蔽、国交省も故意に見逃した節がある。隠し通せんよ。大臣の進退まで行くだろう。そこで今日の特集です。今回の脱線事故も含め最近動機不明の不自然な事件が相次ぎ、各地で市民に不安が広がっています。一体何が彼らを駆り立て豹変させるのでしょうか。つながりがあるとでも言いたそうだな。まあいい。どうだ、久しぶりに一杯付き合わんか。すみません、仕事で先約が。失礼します。呼びました？事件ですか？まだよ、意見を聞きたいだけ。まあ、あなたの見立ては大抵当たりですよね。話、寿司屋にしましょうよ。遅くに子供こき使ってるわけだし。
回るやつね。ええ。ったく。事故だな。80人も巻き込んだのかよ。日記帳だ、つけとけ。保護観察中だって。別に行動に特別な制限はない。法律守れってこと以外はな。ただし俺には報告の義務がある。日々の記録だけはつけてもらう。よ、どうした？今から出るよ。大丈夫だって、すぐ行くからさ。じゃあ後でな。じゃあ帰るわ。閉めとくから後は好きにしろ。ああ、店の中荒らすなよ。何がなくなったら突き出すからな。明日から学校だ。さっさと寝ろよ。